山本由伸に野手も反省してほしいと言わせた伝説の1イニング4エラー。まずはこちらの映像をご覧ください。今に始まったことじゃないですけど、球際に弱い選手が多いし、一つのプレーが軽すぎる、相手の守備を見て何も感じないということはない。3個目のやつはインフィールドフライでエラーちゃうぞ。全部難しくもないプレーなの、草生える、全部取れるやつという。解説も諦めてて、草野手もって言えるの偉いよな。これで鍛えられて今の山本があるからセーフ。このイニングだけめっちゃ熱したボールでやったらしいな。何時ひろしといえ、どこの試合を生で見てたのはワイぐらいやろう。人生で初めて試合の途中で球場を出たわ。俺も見てたわ、あのタイミングで帰る人多かったよな。山本由伸とプレイする息苦しさが原因なのはマジであるやろな。リスクしちまってる。グラブ投げても許されるレベル。そこそこ人気チームなら最初の落球でも数年は張られるレベルやな。ご視聴ありがとうございました。